ダヌタ・シャフラルスカは、ガリセア・ロドメリア王国コサルズイスカ村出身で、ポーランドの映画及び舞台で活躍する女優。ポーランド映画界の生ける伝説とも呼ばれる。1927年に、初舞台を踏んで、以来、女優として活動している。2008年、世紀の女優、金カモ賞受賞。ダヌタは、第二次世界大戦でのワルシャワ放棄では、 舞台間の連絡係として戦った。ポーランド復興勲章、ポーランド大勲章、そしてポーランド最高勲章の一つである、ポーランド大星勲章を授与されている。ダヌタの故郷である、温泉街、ピブニチュナズドルイ園形、ピブニチュナは、ビールのような味、ズドルイは、スパつまり、ビールのような味の泉のスパの意味ウッチの映画の、 伝道にあるダヌタ・シャフラルスカの星ダヌタは1942年に有名なピアニストのヤニエキエルと結婚し長女マリアを設けたが後に離婚した二度目の夫ヤヌシュキランスキはラジオのアナウンサーでダヌタは彼との間に次女アグニエシュカを設けたが後に離婚ダヌタ・サフラースカ IMDB2012 年5月26日閲覧映画モレビの家で 日本公開時公式リーフレットより、ありがとうございます。